プロマジシャンでマジシャンのキャップという名前で活動しております。はい、今回の動画は先週のジュンさんの引き続きでキャップさんのことをナレーション付きで解説していきます。ナレーションは2代目山さんがお送りいたします。マジックの種類でいうとクロスアップマジックといって目の前で見せるマジックから遠くで見せるステージマジックやイリュージョンも今行っております。普通にマジックがすごいです。今回の動画、山さんがふざける余地はあるのでしょうか。で、場所ですと飲食店や宴会、結婚式やそういった忘年会などのシーンでも活動しております。きっかけで言うとですね、5歳の時にテレビでプロマジシャンのマジックを見てまして、その時に喜んでる人をすごい見てるお客さんが楽しそうにしてて、で僕もこういう風に人を楽しませたいなと思ってマジックを始めました。キャップさんは小さい時からマジックが好きだったんですね。それよりもオレンジのマットの上にある雲みたいなやつは何でしょうか。挫折はたくさんありまして、例えばですと僕は手のサイズが人よりもちょっと小さいので、その際に手を隠したマジック、手に隠したマジックをするときにすごい不便というか、そこで挫折をして、その際にどうしたらいいかなって考えたときに洞察力を身につけようと思いまして、お客さんがどこを見ているのかとか、そういったところを学ぶようになりまして、そうしたことによって手の小ささをカバーできるようになりました。自分の弱点を努力で克服する、素晴らしいですね。山さんもお腹が痛くなりやすいのが弱点です。シンガポールの風俗に行った際、セクシュにスチャップと魂の叫びをし、トイレに駆け込みました。それ以来セイロガンは私の唯一無二の大親友です。マジシャンとしてデビューし始めた時はマジックを成功させることだけに力を注いでて、お客様の顔とかリアクションとかを全然見てなかったんですね。それでお客様の満足度が下がってしまって、まあ、仕事がちょっとうまくいってなかったんですけども、その際にお客様のニーズだったりリアクション反応を見て、それを大切にして、そこに関してコミュニケーションを取っています。お客様の反応を見ながらの接客、素晴らしいですね。山さんも女性の下がり眉が大好きで、下がり眉しか見ておりません。今後はですね、マジシャンとしてずっと活動してきたので、マジックの業界を盛り上げていきたいなっていうのが僕の、展望でして、僕マジックをするのにあたってずっと独学でやってきたんですけども、やっぱりマジック独学っていうのはすごく大変でして、覚えるのにもだいたい数年かかりまして、それを完璧にするのにも数年かかってしまいます。オリジナルですとさらに時間がかかってしまいまして、だいたい自分でオリジナルでやってから 5,6 年かかるものもあります。そういったところでやっぱりマジックをやりたいとか始めたい、パフォーマーとして活動していきたいという人たちの力に今後なっていきたいなと思いまして、そういった人たちを、自分の経験で育成というよりも、少し関わりつつアドバイスとかをしていけるような人になっていきたいなと思っています。僕海外でもよくマジックをやってまして、海外でだいたい30カ国ぐらい回ってストリートマジックだったり海外のパーティーに呼ばれてやってきたんですけども、そういった意味でいろんな現場でいろんな場所で活動してきたので、そういった面では、すごい自信がありまして、どんな状況でも対応できるというか、やっぱり種を見破りたいというお客さんもいたり、また純粋に楽しんでくれるお客さんもいるんですけども、ちょっと意地悪なお客さんとかもいる中で、そういう対応力というのは身につけてまして、あとはお客様の、ニーズに応えれるようにいつも頑張っておりまして、僕に飲食店などで経営している方がお店でやってほしいというお声もありまして、そういった際にやっぱお客様を、マジックを見せるだけでなく、先ほども言った通り
満足して楽しんでもらって帰ってほしいなと思いました。そうすることによって呼んでいただいた経営者の方々もすごい喜んでくれるので、それが僕のまあマジシャンとしてのやりがいでありますね。僕はどちらかというとマジシャンとしてなりたいと思って、マジシャンになりたいと思ってすごい練習してきたというよりも、自分の趣味の一環でずっとマジックをやってきたのが、たまたまこう人のまあ運の巡り合わせでマジックとしてお金をいただいて仕事になることができたので、まあ、そのやっぱり好きなことで生きていくっていうのは綺麗事っていうこと、綺麗事という人もいるかと思うんですけども、僕は自分の好きなことプラスお客様が満足して楽しんでくれて喜んでくれるといった意味で、僕の仕事というのはまあどちらかというとすごい仕事というよりも自分の好きなことの中でお客様を満足させるというのが僕にとっての仕事ですね。今回の動画ではキャップさんのマジックに対する考え方や山さんの性癖について話していきました。キャップさんのインタビューのみの動画もありますので、ご確認よろしくお願いします。ではまた来週お会いしましょう。さようなら。My change I speak.